水色インドライトブルーカフェ、水色インドライトブルーカフェ、水色インドライトブルーカフェ。せわしない都心から一歩裏路地へ、少し道路にせり出した電柱のあるいつもの角を曲がると、見えてきたのは淡い水色の看板を掲げたあのお店、水色インドライトブルーカフェ。目指すは一番奥、何人もの人が腰掛けて背もたれがツルツルになったアンティークすぎるあの椅子が私のお気に入り。ゆったりとした音楽とコーヒーの香りで思わず都会の喧騒を忘れてしまう。そんな居心地の良さを気に入っている人は多くて、ほら今日もいろんなお客さんがここで思い思いの時間を過ごしている。私石井アンナは友達と待ち合わせている間、ここのお客さんたちといろんな話題をシェアするのが楽しみ。部屋の壁の色変えたいな、靴がありすぎてしまいきれないよ、あ、時計の電池変えないと、など話は尽きない。さあ今日はどんなお話と触れ合えるかな。この前は卒業についてお話ししましたけど、そうなると新しい環境が始まるわけで、心機一転お部屋を変えようかな、片付けだけでもしたいなと思われている方も多いのではないでしょうか。ということで今日のテーマは部屋の模様替え収納です。その前に一曲、ソギョンで断捨離フィーチャリングリリア。君のために髪を切った、君のためにおしゃれをした、似合わないけどまあいいか、君のためならまあいいか、君のために性格直して、君のための生活にして、君のために全部変えたら、君のための私だけが残っていた。君のせいで私が死んだ、君のせいで世界が、君のせいで、君のせいで全部消え去ってしまった。君のせいで知った夜が、君のせいで冷たくなった、君のせいで、君のせいで、君のせいで、君のためになると思って、君のために描いた未来、君のために一体してるが、君を傷つけていたんだね、それに気づいてあげられなくて、今さら気づくなんてごめんね。君のために過ごしてた日々が全部独りよがりだった日々に、なんだか忙しそうで電話も出なくて、会いたくても会えない日が増えて、愛されてるかわからなくなって、その度私の好きだけ増して、幸せだったことだけ切り取って、昔の君ばかりを追いかけて、好きの天秤は傾いてゆく。君のせいで私を知って、君のせいで嫌いになった。水色インドライトブルーカフェ、水色インドの提供でお送りします。私は真面目だよねとよく言われます。気づいたら真面目な髪型をして、真面目な人が着そうな服を着て、真面目な受け答えをする。自分の形ができたその場所は、そのままでいたら居心地が良かった。誰のせいでもなく自分が抜け出さなかった。変化するための理由付けをするのが面倒だった。でも変わるためのきっかけは何だっていいのかもしれない。あなたに綺麗に見られたいとか、そのくらい単純でもいいんだと思う。今日はいつもより少し勇気が必要な日。真面目な私だけではちょっと不安だから、
らしくいられる洋服に着替えて待ち合わせ場所に向かう。きっかけをくれる洋服に出会えた日、今までより自分とあなたを好きになった。自分らしさは自分が作る。もっと私らしく、水色インド。改めまして石井アンナです。始まりました、水色インドライトブルーカフェ。心地よい音楽とトークを楽しみながら、このカフェの名前、水色から得られる癒しや落ち着きの空間で皆さんと過ごしていきたいと思います。私石井アンナも響きになっているファッションやグルメなど、毎週一つのキーワードに沿って私らしさを感じられるライフスタイル情報を、このカフェの常連である皆さんとシェアしていきます。さて早速、今日私が着ているお洋服なんですが、水色インドでは毎年夏に出ている大人気のピグメントダイワイドギャザープルオーバーです。今年の新色グリーンをチョイスしてみました。軽やかなコットンに染めが施してあるんですが、フェスとか外のイベントで着ていても映えそうな鮮やかな色が可愛いです。前後で差のあるシルエットにギャザーもたっぷり入っていて、風でふんわり揺れるシルエットも魅力的ですね。このね、トップスは染めなので、色合いの出方が異なっていて、一枚一枚ちょっとずつ模様が違うんです。今年はね、すごく緑が流行っていて、いろんなところで緑を見かけるんですが、このねトップスもこの夏人気の一枚になりそうですね。で、すごく透け感があるので、暖かい季節にはこうもってこいの一枚かなと思います。で、今回はコーディネートとして、この緑のピグメントダイワイドギャザープルオーバーにデニムを合わせてみたんですよ。なのでちょっと大人っぽい印象になっているのかなと思います。で、私はブーツとあとシルバーのアクセサリーでちょっと統一してみたんですけど、よりかっこよさが出るんじゃないかなと。合わせ方によってもね、スカートを履いたりしたら一気にこのギャザーも相まってすごくラブリーにもできると思いますし、そのみんなそれぞれの魅力を存分に活かせるアイテムになっているんじゃないかなと思います。さて今日のテーマは部屋の模様替え収納です。コロナ禍をきっかけに家にいる時間が多くなったことで、お部屋の様子が気になるようになった方が多いそうなのですが、私もね、結構最近インテリアの画像を見たりとか、あともうコーディネートされた部屋の画像を見るのがすごい好きなんですけど、今ね自分が住んでいる部屋が1年ぐらいずっと同じなのかな、もう一切変えてなくて、なんか前に住んでたところは結構模様替えばっかりしてたんですよ。もう半年に1回ソファーずらしてっていうのを一人で汗だくになりながらしてたんですけど、今の配置がすごい気に入っていて、全然今は模様替えする気はないんですけど、ちなみにその配置はと言いますと、長方形なのかなのリビングなんですけど、もう窓側にL字のソファーを置いて、その向かいにテレビ台とテレビで、ローテーブルは私は置かない派なんですけど、置かずにソファーの近くにサイドテーブルを置いて、飲み物だとかあとお香とかは全部そこの上に置いてあって、でそのキッチンがあるんですけど、反対側にキッチン側の方にダイニングテーブルと椅子を置いてるだけですね。あとはもう掃除機とか加湿器とかがそのテレビ台の横にあるだけで、基本的には最低限のインテリアだけでリビングは過ごしてます。なのでなんかそれをどう動かすかっていうのも、あんまり今の配置が自分の中ですごい気に入っているので、なんかどういう風に模様替えしようかなって考える暇もないくらい、なんか
これでいいやというか、このままでいいやって思ってますね。でもね、やっぱりこうそういうコーディネートされた画像を見たりとかインテリア見てると、わ、こういうテイストのお家もいいなって思ったりします。基本うちはグレーと茶色と黒で統一されているので、ちょっとどっちかっていうとシックというか、あんまりこう可愛さはないんですよ。なのでなんかもっとシックに寄ってる真っ黒で統一してるお部屋とか、あと北欧っぽいちょっと木とかウッド調なお部屋とかすごい憧れるし、あとなんか色味があるカラフルなお部屋とか、なんかうまくこう雑貨とかを部屋に置いているお家とかはすごく憧れます。皆さんはどんなお部屋が好きですか？それではここで一曲、豆腐ビーツで衣替え、フィーチャリングボニーピンク。今日のテーマは部屋の模様替え収納なんですが、もし簡単にお部屋の雰囲気を変えたいならリメイクシートもいいですよね。こういろんな模様や柄のシールで木目だったり大理石だったり貼るだけでそれっぽく見えるんですよ。なのでこうインテリアに合わせてね、こう壁紙としてはもちろんだけど机や棚に貼ってもお部屋の雰囲気が一気にガラッと変わると思います。使ったこと皆さんありますか？私はね、使ったことないんですけど、実家がこの間リフォームしたんですけど、お手洗いの壁紙を全部黒に変えたんですよ、一気に。で、うちのお手洗いがなんかすごい広くて、お手洗いだけで、なんかそれが全部真っ黒になったからすごい可愛くて、でリビングもコンクリート打ちっぱなしの柄の壁紙だったんですけど、今完全グレーかな、確かグレーに変わったんですよ。で、結構日の光が入る家だから、なんかそのコントラストというか日の光とグレーとがすごい可愛くて、
しかも部屋の雰囲気もガラッと変わるので、20年ぐらい住んでたんですけど、あのリフォームした後に家帰ったら誰の家だろうってなるくらい、あのそのぐらい本当に気持ちも変わるし、なんか母的にもすごい気に入ってるって言ってたので、こういうのもいいなって思いました。でうちはやっぱりこう実家が一軒家なので、もうリフォームっていう形で完全に壁紙を張り替えるっていうことをしたのかな、それか取って張り替えたのか分かんないんですけど、リフォームをしたんですけど、でもね賃貸だとやっぱりリフォームってしづらいじゃないですか。そんな時にねこういうあのリメイクシートってすごいもってこいだなって思いました。私もあの家の中でお風呂場とかすごいこう黒にしたいなって思う時があるんですよ。ちょっと浸りながらお風呂に入りたいなって思う時に、今は白なんですけど、ちょっと黒っぽいので心落ち着かせてこう真っ暗の中でキャンドル焚いて入りたいなって思う時もあって、なんかそういう時にあのいいですよね。シートだから貼ってすぐに剥がせるし、今気分だからちょっと3ヶ月ぐらい貼ってみようかなっていう気持ちで貼れる感じだと思うので、そういうのもいいですよね。床とかもね全部大理石っぽくできたりとかして、ちょっと高級感あるお家にしたりとか、みんなあの SNS でいろいろこう試行錯誤しながら部屋の雰囲気変えている様子を見て、あーやってみたいなっていう気持ちはあります。でそういうねあのシートを貼るのにうまく貼るコツがあるんですよ。それがあの下から徐々に貼っていくことがおすすめらしくて、その時にあの空気が入らないようにハケを使って全体をこすりながら進めるのがおすすめなんだそうです。あの皆さんもやってみてください。私ね基本あの昔から何かを作ることが好きで、コロナ禍の時にちょうど自分のこうベッドが木だったんですよ。でこのベッドを処分して新しいベッドを買いたいからっていうので、その木を全部解体して、母と弟と妹と一緒にこのコインでギコギコ切りながら、本棚と傘立てとキッチンのあのレンジとか置くキッチン棚っていうんですかねを作った記憶があります。でもやっぱりそのなんかうまくできなくて、好みのキッチンの棚にならなかったから処分しちゃったんですけど、本棚だけは未だにずっと使い続けてるので、いつかもっと理想のなんかテーブルとかあと椅子とかも作ってみたいなと思います。皆さんもねあのお部屋の雰囲気によっていろいろ模様替えしてみませんか。僕はグッピー。僕の飼い主である彼女は普段は物静かだけど、お笑い番組が好きでテレビを見ながらクックと変な笑い方をしている。嬉しいのは僕に素敵だねと言ってくれること。僕の背びれと尾びれはライトブルーに黒い斑点模様で華やかだ。でも僕から見る彼女はもっと素敵だ。背びれも尾びれもないのに、華やかな模様もないのに、あれ今日はちょっとだけ違うみたい。鏡の前で全身を見て振り返ったり手を振ったり、フレアのワンピースに袖を通した彼女は一人で納得したようにうなずいて笑顔で出かけていった。彼女はいつもより素敵だった。自分らしく生きたいと思うとき、新しい自分を見つけたいとき、水色インドの服はあなたを応援します。もっと私らしく水色インド。シーアンナがお送りしています。水色インドライトブルーカフェ、今日のテーマは部屋の模様替え収納です。これまで収納というと隠すことが基本だったんですが、分かる収納、見せるが注目されているそうです。こうすることで何がどこにあるかすぐに分かる状態にすることで、家族のみんなが積極的に片付けをできるようにするという効果があるんだとか。といってもね、全部表に出すというわけではなくて、収納ボックスを利用しながら見せられるものは見せていくという感じなんですかね。キッチン用品は飾って吊るしてみたり、
調味料は見えるケースに入れてインテリアのようにしてみたりとかですって。確かにね、そうすることで何がどこにあるかすぐに分かるから、こう自分だけじゃなく家族とかね、みんなこう友達とかとパーティーした時とか片付けとかあって、結構あんまりしてほしくないっていう人もいるじゃないですか。私も自分の家で友達と女子会した時も基本全部自分で片付けたいなって思っちゃうんですよ。っていうのもやっぱり私は隠す収納の方だから、どこに何があるのかっていうのって自分でしかわからないことがあったり、冷蔵庫の中身とかもここがドレッシングの棚なんだよって自分の中ではこだわりがあるので、あんまりこう友達にやってほしくないっていう思いがあるんですけど、見せられるね収納、わかる収納だともうみんなで片付けたらすごい早く終わるから、その方がね良かったりもしますよね、効率が。なるほどね。うまく見せる収納にするコツは、部屋のベースとなる色に合う色とボックスの色を合わせるんですって。こうぎゅうぎゅうにしないで余白を作ること、使う頻度の高いものを手前にすること、また小さいものは上、大きいものは下にすると見せる収納がうまくいくらしいです。やってみよう。私さ基本的には隠す収納なんですけど、キッチンのキッチン家電はどこまで出していいか、どこまでが隠すかっていうのがすごい難しくて、今はレンジとトースターだけ出してあるんですよ。で炊飯器はもう一緒に出してあったんですけど、炊飯器はこの間処分して全部もう基本土鍋で炊こうっていうので処分したんですよ。であと圧力鍋、電気圧力鍋だからこう置いといてもいいんだけど、でもなんかちょっと邪魔かなとか思ったりして、今はちょっと収納してるんですよ。コーヒーメーカーとか、その毎回毎回毎朝出さなきゃいけないんだけど、でもこう置いておきたくないもの、そういうのをどうやって収納しようっていうのが今すごく悩んでますね。皆さんは周りのものを上手にしまえていますか？さて、私がチョイスした一曲もこのカフェでかけてもらいましょう。今回私が選んだのは桑田佳祐さんで鏡なんですが、なんか自分でもこう衣替えするときにいつも使っている必需品として鏡があるなと思いまして、で桑田佳祐さんの鏡をよく聞いているので、部屋もね自分の心も映す鏡ということで、今回はこの曲をチョイスしました。語り口調の曲調なので、こう歌詞をなぞりながら聴いていくとすごくおしゃれな歌詞でいい気分になります。ぜひ聴いていただきたいなと思います。それではお聴きください、桑田佳祐さんで鏡。目のヘルマにコーヒーカップで愛をごちそうする、風凍る陳腐な青春に投げキスちょうだいね、時迫る音にチークス溶けて、鏡よ君に語ろう、 Hey na 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 naない振り返る旅にテンション逃げて、今君は自由世界、 Hey na 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 na、
悲しんだら闇の銀河に誰を招待する。光の中じゃ永遠に嘘はつけない。罪深き胸の実のために鏡を君に語ろう。私は真面目だよねとよく言われます。気づいたら真面目な髪型をして、真面目な人が着そうな服を着て、真面目な受け答えをする。自分の形ができたその場所は、そのままでいたら居心地が良かった。誰のせいでもなく自分が抜け出さなかった。変化するための理由付けをするのが面倒だった。でも変わるためのきっかけは何だっていいのかもしれない。あなたに綺麗に見られたいとか、そのくらい単純でもいいんだと思う。今日はいつもより少し勇気が必要な日。真面目な私だけではちょっと不安だから、らしくいられる洋服に着替えて待ち合わせ場所に向かう。きっかけをくれる洋服に出会えた日、今までより自分とあなたを好きになった。自分らしさは自分が作る。もっと私らしく、水色インド。ライトブルーカフェ。石井アンナがお届けしてきました水色インドライトブルーカフェ。今日は部屋の模様替え、収納をテーマにお話ししましたが、いろんなね、模様替えの仕方や収納の仕方があるので、私もリメイクシートちょっとやってみたいなって思いましたし、お部屋もなんかもっといろんな人のを参考にしてちょっとずつ模様替えしていこうかななんて思ったりしました。あ、ようやく私の友達が来ました。まだ話し足りないですよね。この先もアフタートークに参加していただける方はオーディでご一緒しましょう。そしてこちら水色インドライトブルーカフェでは皆さんからメールも募集しています。そして前回同様お知らせがあります。番組のご感想やトークテーマのリクエストはもちろん、新生活でのお悩みも皆さんからお待ちしています。私石井アナがこのカフェで皆さんのご相談に精一杯お答えします。 FM 大阪のトップページにあるリクエストから水色インドライトブルーカフェのタブを選んで送っていただくか、水色アットマーク fmosaka.net、 水色アットマーク fmosaka.net までメールをお待ちしております。番組の公式ツイッターやインスタグラムもチェックしてみてください。私の今日のファッションも投稿しています。それではまた来週ここでお会いしましょう。石井アンナでした。もう待ったよね、どんなお部屋？水色インドライトブルーカフェ、水色インドの提供でお送りしました。返納しました。大事にしてきた車、丁寧に査定してほしいです。一目惚れで買ったヴィンテージカーだけど、環境のことを考えて乗り換えます。初ボーナスで買った車なんす。好きだったな。その思いの分まで大切に買い取ります。車を売るならユーポス。エレガンス、ラグジュアリー、フェイシャル、ナチュラル、美を追求するジェネレーションズがお送りするジェネトーク。ラジオを聞いて心も綺麗になりませんか。毎週土曜日夜9時からオンエア、お楽しみに。持田香織です。私は SDD メッセンジャーキャンペーンに参加します。皆さんもぜひ参加してください。
ストップドランクドライビング FM 大阪 FDD ストップドランクドライビングプロジェクト FM 大阪はストップドランクドライビングプロジェクトを推進します。今さ、部屋のさ、模様替えとか収納について話してたんだけど、なんかさ、部屋のこう収納とかでさ、悩みあったりする？ある。ある？でどうしてる？本は私寝室に本棚が2個あってそこに入れてる。あ、どうやって入れてるの？漫画と小説と台本っていう感じで。台本もあるのか。私ね、本読んでいくとどんどん溜まっていっちゃうから、本棚が足りなくなっちゃうの、スペースが。捨てられる本。捨てられる。それこそもう引っ越しのタイミングとかで一軍だけ残して、もう一度読み返したいって思う本だけ残して、あとは全部処分しちゃうかな。捨てられない？捨てられないの。なんかいつ読みたくなるか分かんないから、ついつい取っておくのと、あと忙しくてとりあえず買って置いとくんだけど、そのままになってる本とかもあるから。確かに。そう、だから その積み上がっていく本をどうするよかな、これっていつも思うんだけど。あー、わかるな。でもさ、電子書籍には変えたくないよね。わかる。デジタルでやっぱりこう、液晶通して見るんじゃなくて本の匂いとか。そう、めくりたい。わかる。一枚一枚、1ページ。そうなるとね、どん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 溜まっていくよね。でもなんかこう、それも SNS で見たんだけど、本棚がこう壁一面にあるお部屋もすごい憧れる。もう全部本みたいな。それはそれでなんか素敵だよね。ね、本屋さんみたいな。やってみたいな。確かに。そうすれば、そしたら捨てなくて済むしさ。でもある程度広さが必要だよね。まあね、そうなんだよね。なんかいい方法でも見つかりそうだね。なんかみんなどうしてるんだろうね。確かに。みんな処分したりとか、整理するとき、整理してとか、ね、その整理する基準が難しいのよね。確かに。愛着があって。それも一生の悩みだよね。そうですね。皆さんはどうしてますか？いいお部屋でね、いい生活をお過ごしください。